もう未成年の頃からずっと一緒にいるので、ビジネスパートナーでもありますし、でも兄弟でもあるんで、僕が小学校4年生の時に EXILE さんのライブに連れて行っていただいて、僕が初めて母親になんか踊りたいって言ったらしくて、それでじゃあ母親がじゃあスタジオ探すかみたいなところからダンスが始まったきっかけですかね。その大型特番のトリを最後、じゃあ総合司会6時間とかやった後に最後はジェネレーションズですで迎えて、で僕はジェネレーションズ側になって曲アナウンサーさんにインタビューされるみたいなのが、もうものすごく一個自分の今のソロ活動の中では大きな一個の成し遂げたい夢みたいな感じではありますね。はい、すごく大きなこと言いましたけど。